せーの、みなさんこんにちは。ビディアダンスアカデミーのレイナと京香です。イエーイ。今日は何をするんですか？何ですか？ダンスにまつわる質問回答会。イエーイ。楽しみ。新しい。こんな座る時が来るなんて。座るなマジで。記念企画ではないですよ。ではでは。はい、がっつりがっつり。はい。はい。おお、ダンスの業界に近づかれるんですが、どういうポイントを出しているか分かりません。どんなポイントが重要だと思いますか？あ、はい、じゃあ行きます。発表会はなんかまあめっちゃ緊張すると思うんですけど、やっぱり自分自身が楽しく踊って笑顔で踊ってたら見てる人もきっと楽しくなってくるので、私は顔が大事と思います。はい、どうですか？まあ、同じ感じなんですけど、やっぱダンスって自分が一番楽しまないとお客さんにも伝わらないと思うから、間違えるとかの心配は多分踊り込みをすれば絶対にないので、もうそれを吹っ飛ばしてやっぱ楽しんでお客さんも一緒に笑顔で帰ってこられるようなパフォーマンスをできれば一番ね、悔いのないパフォーマンスかなって思うので頑張ってそれが言いたかったです。本当にそう、ありきたりだけど本当にそれが一番大事だ。間違えてもいいから、ね、自分を信じて。間違えて止まったりしないよね、うん、もう踊り込んでさえいれば、うん、せーの、頑張れ。あれ、次いいかと思った。ごめん。せーの、発表会頑張ってね。次はそれはね、はい、ダンスが最近元気になってございました。お二人はなるほど、難しい。マジである。ある、ある。え、ダンスマジやりたくないって時マジである。定期的に来ます。え、来るよね、たまに。あ、たまに。危ない。嫌になった時は、でも時と場合によるんですけど、どんな嫌かでも嫌の種類があるじゃないですか。ある、マジである。例えば本当に、あ、もう今日メンタル入んないとか、最近うまくいかないって時は一旦ダンスから離れるっていうのも一つの手かなって思います。なんか深い話になっちゃうけど、離れてみたら絶対いざ味わいたいかもって時が多分来ると思うから、自分は来たから、なんかそれでもう一回戻ってみるのもありだし、例えばオーディションで選ばれなかったから悔しいとか、ちっちゃい子だったらピックとかも結構悩む質問とか結構来るんですけど、それで悔しいって時はただ悩んでて落ち込んでる時間が本当にもったいないって思うから、その時間に誰か練習してたら、あ、負けるかもって思うので、反省はするんですけど行動に移してるかな。マジで練習するとか、アドバイスもらいに行くとかして、ひたすら自分は踊り込んでいました。やべえ、めっちゃ言いにく。私がめっちゃ挫折した時が小学校5年生の時で、なんかオーディションがあったんですけど、それこそ仲いい子全員受かって私だけ落ちたことがあって。あるよね。ある。その時にマジで周りの子が全員上手くなって見えて、まあ、自分なんてって思って、もうそのスタジオにいたくなかったんですよ。私は中学っていうあれになった時にもう海外に行って留学しちゃいました。留学しちゃいました。で、環境を変えてダンス1から始めたんで、環境を変えるのもありかもしれないです。いいことあるからね、本当に、うんうん、ね、楽しい時を思い出せばいい。そう、嫌なことばっかりじゃないと思うから、何かあったらいつでも DM してきて、うん、言って相談乗ります。ありがとう、勇気を、ね、出して質問してくれたことがまず一歩踏み出せるチャンスだと思うので、頑張ろう、一緒に頑張りましょう。いい質問、いい質問だね、素晴らしい。続いての質問です。はい、ダンスの興味がありますお二人がダンスの出た経緯をお聞かせ願いたいです。初めての理由は、幼稚園の頃に無理やりお母さんにぶち込まれました、スタジオに。理由はそれですよ。もで、一回小学校でなんか部活にハマって辞めちゃったんですけど、で、なんか辞めた瞬間、あ、自分で習いたいと思ってまた習い始めました、自分から。自分がダンスを始めたのは3歳なんですけど、でも一緒、お母さんに連れてかれて、ね、でもその時のダンスの先生がマジで怖くて、え、待って、一緒一緒めっちゃ嫌い、本当に。やばい、なんかめっちゃ怖かった。めっちゃ怖いよね。めっちゃ怖かった。そう、だからなんかめっちゃもう号泣して、もう嫌だ、ダンスなんかやりたくないとか思ってたの。でもなんか4歳ぐらいに上がった時に、なんかふと自分からダンスもう一回やりたいみたいにやってみたいって言い出したらしくて、そっから始めましたね。4歳かっけー。え、本当にそうですね。え、だってダンス抜いたら何も残んない気がする。本当にそう、そんくらい。今ダンス撮ったらやばい。修学旅行行かずにダンスのリハーサルしてた。
にガチでつぎ込んでた、うん、やばマジで好きでね続けられて今こうしてお仕事になってるのでめちゃめちゃいいマジでいい人生を歩んでるかなとか、はい、思っちゃったりして。はい、違います。違います。センスないなんて。それは間違ってます。多分誰もがね通る道だとは思うんですけど、はい、まあでも多少の確かにセンスとかは問われるかもしれないけど、まあ音のね感じ方だったりとかだけど結局やっぱ努力しかないと思うから、うん、もう努力次第しか言いようがない。そう、うん、マジそう、うん、だからもう本当人一倍練習するとか。いや私めっちゃ小学校の頃ダンス下手くそだったんですけど、例えば家で一回戻ったことないなと思って、うん、マジで練習だと思う。本当にスタジオで教えてもらったことを家で自主練するだけで違うから、本当にきつくても教えてもらったこと1日3回とか踊るだけで上手くなるよね。マジそう。えなくはないよね。うん、みんな違ういいところがあるから、うんうんうん、自分のダンスを好きになってあげるのも一つかも。なんか、ね、自分の見せ方とかも見つけたら絶対自分の武器になると思います。間違いない。なんか結局自分が踊ってみて、あなんかやばいちょっと変かもって思っても、その変をどういかによく見せるかでマジで研究しかないと思うから、ひたすら家で鏡と向き合うなり自分でスタジオ撮るなりして、あと動画は絶対撮った方がいいかも。毎回の練習で、ね、めっちゃ動画撮った方がいい、うん、練習して下手になることは絶対ないので。しかもさ自分の踊りに合ったジャンルってあるじゃん、うん、ある。だからさジャンル選びもマジ大事と思う。大事だね。めっちゃ女の子っぽい踊りする子は絶対ガールズが合うじゃん、うん、それでヒップホップやってもさやっぱ違うってなっちゃうから、うんうん、いろんなジャンル受けてみるのも一個な気がします。間違いない。します。その中からね自分が一番好きなジャンル見つけてそれに特化するのでもいいし、でもやっぱオールジャンル踊れる子に越した子はないから。そう、ね、マジかっけえ、ね、いろんなジャンルを取り入れてもっと良くなるかもしれないから、ここを知れたらもうあと伸びるしかないよね。間違いない。センスないのでしょうかまた来たらもうそれは伸びしかない、うん、伸びしかない、伸びしかない。そうセンスない子なんていない。そういない。いない。いないから大丈夫、うん、自分が一番自分の味方になってあげて、なってあげて、ね、自分を好きになって、大好きになってでいければね、いいと思います。思います。いつか一緒にお仕事しよう。ラブリーラブリーと、こんな感じでダンスの質問をやってみたんですけど、自分たちも全然まだまだなんですけど、こんな私たちでもよければみんなのお悩みも答えするので、ぜひぜひコメント欄に書いていただければいいなって思います。待ってます。待ってます。チャンネル登録といいねとコメント待ってます。待ってます。